こんにちは、ポルコです。今夕方の、ね、4時少し今のところかな。しずちゃんいつもの場所に来てますね。はい、結構ね寄れるよな。これ今通常モードで撮ってるんですけどね。ああ餌食ってる食ってる。ズーム聞くのがいいよね、通常モードだとね。こうやって補助灯のままで取り出すことができるんで、これありがたいですね。まあなんとかね、ちょっと無理して新しいカメラ買ったんでね、その意義を、求めようとしているプレコでございます。明るくしてね、一度スローモーションも試してみたりもしたいんだけどね、そんなにもともと動く魚じゃないんで、あんまりスローモーションする意味ないんだよな。で、今、生き餌入れてないんでね、また生き餌を大量に入れたら、もう、むしゃ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 と取るね。あんまりね、なんていうの、ビデオの容量を長くすると、ファイルサイズが大きくなると、なんか今までね、持ってた、ビデオプログエディターっていうのかな？ビデオプログエディター、それだとね、なんか編集がね、さっき17本ぐらいの動画を編集しようとしたんだけど、うまくいかなかったんですよ。で、今度はちょっとそれの新しいバージョンのビデオプログコンバーターっていうのを今試そうとしてるんだけど、ふと水槽を見ると、しゅうちゃんがいたんでね、むしゃむしゃ食うな、こいつ。本当に。何ちゅうの？ 32 日目の、ポリプテリス育成日誌のネタを今撮ってるところでございます。YouTube にアップするのはね、ちょっと後になると思う。なんていうのかな、一挙に、USB の Type-C の標準化が進んじゃって、こういう新しめの機材を私の古い環境でやろうとすると、アダプターが必要になるんですね。で、USB の数も足らなくなっちゃうんで、ちょっとまたね、100均行って使えそうなものを漁ってこようと思ってます。全然逃げないよね。これでね、電気つけるとね、また逃げたりするんでね。こういう基本が明るいカメラっていうのは本当ありがたいで、結構本当揺れるよねこれね。タッチスクリーンになってるんで、多分ピントもねタッチしたところに合ってくると思うんだよね。タッチの操作がなんかうまくできなかったりしてるんですけど、今これ4倍なんで最高に上げてるところか。外歩くときにね、下手にこのなんていうんですか、倍率ズームを効かしてしまうと戻すの忘れててね、広角レンズつけてるのにあんまり活かせた撮影がさっきはちょっとできませんでしたな。もう3分過ぎてんのか、ぼちぼち終わっときますか。はい、またお会いしましょう。フレコでした。ではでは。